今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。ぜひご覧いただければと思います。さらにもう一つ宣伝なんですが、僕の新しい本日常は情報戦が好評発売中です。こちらもぜひお手に取っていただければと思います。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、週刊文春、さらに週刊新潮も公明党の熊野正史議員のスキャンダルを出してきましたね。最近は政治と宗教の関係性が取り沙汰されていますけれども、それでやっぱり思い浮かぶのは公明党と創価学会の関係ですよ。今回文春が報じているのは、熊野議員が創価学会信者の女性にセクハラをしていたんじゃないかというものですよ。ちなみにこの熊野議員は奥さんと子供がいます。しかもですよ、トラブルを起こした挙句、自分は入院して雲隠れしているというんですね。熊野氏はこの前の参院選で2期目の当選を果たしたばかりです。それなのにね、被害女性の A さんと議員は2019年に知り合って、そこから LINE のやり取りをしていたようです。しばらくすると電話が毎晩のようにかかってきたとか、熊野議員から繰り出されるそのメッセージもだんだん卑猥になってきてですね、そのなんか下着のねなんちゃらがどうだみたいなものとか、ちょっとね、これ以上は YouTube で読み上げられるような代物ではないかもしれません。官能小説とかの読みすぎなんですかね。まあ、なんつったらいいんでしょうね、こう、亀の頭がなんちゃらとかさ、とにかく気持ち悪いものです。そんな LINE のスクショも掲載されていまして、これが本当ならやばいですよ。まさに LINE 上で熊野議員は生死をかけた戦いをやっていたというところでしょうか。また実際に会った際にはお尻を触るなどの行為もあったとか、報道を受けて公明党はコメントを出しています。事実があれば議員辞職を求めるというものなんですよ。そして熊野議員側の言い分も載せています。熊野議員は本件に関連し、入院前に弁護士を依頼しています。同議員の代理人弁護士によると、当該女性が主張することはあまりにも一方的で、事実経過と明らかに異なる。当該女性は熊野議員に対し、妻と離婚することを必要に強要しており、最近では期限を伏して離婚するよう強く迫って、応じなければ週刊誌に情報を提供するなどと脅し、熊野議員は精神的にも極度に追い詰められていた。その結果、医師の判断により入院面会謝絶となったとのことであります。また熊野議員の妻も別の弁護士を依頼しており、当該女性への法的措置を取ると聞いています、とこのようにまあ言ってるんですけども、まだそれが本当かもしれないんですよね。ただ離婚を必要に強要されている側があんな卑猥なメッセージ送ってたんですかね。もう何が何だか分かりませんよ。あのスクショがこうね、事実無根の捏造されたものだったとかならまだ、いやでもどうなんでしょう、ちょっとこれは人間革命足りてないかもしれませんね。もっと頭がパーンとするぐらいの、やっぱりそれぐらいの読み込みが必要なんじゃないでしょうか。知らんけど、3日ほど動画を休んでいたんですが、まあ、引っ越し作業してましてね、まあ昨年末に栃木県の宇都宮市に引っ越しまして、でその宇都宮の物件、その最初に住んだ物件があまりにひどくて、まあ、すぐ引っ越しを決意して、まあ、ようやく9ヶ月経って引っ越ししたんですけど、まあ、引っ越し先もね、まあ、宇都宮ですよ。まあ、そんなこんなで、まあ、今日からね動画もまたやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。あと続きはね生放送やりますんで、そちらをご覧ください。